見れば見るほどです。はい、さてこちらの方のお便りをちょっとご紹介してまいりましょうかね。連日まあこういうことになると思います、はい、とんかつラーメンさんからも A69 助さんからもいただきました。チョコボール向井おさむちゃんでーすという方からいただいております。ひょうきんなのかなんやらようわかりませんですね。かっこよくてひょうきんや、何をする人なんやろ。ちょっとエッチみたいな、ね、ちょっとエッチで、はい、おさむちゃんでーすこれから本番でーすや、何やわかりませんがね、はい、この方、次の方は安全に、配慮した、ソチンさんからいただいておりますけれども、ね、要はソチやろ。ソチ。ソチやろ。ソチンって言ったんやね。安全なんやね。はい、安全らしいです。まあ、粗末やから安全ですというところですね。さあ、聞きましょう、はい。はい。日本未来の党に減税日本脱原発や国民の生活が第一が合流を決めました。小沢氏や亀井氏は役職にはつかないそうですが、国民の生活が第一が大多数を占めるようです。とはいえ、加田知事は全国区ではないもののかなり骨のある女子でもあるようですから、太陽の党で腰抜けになった橋本さんよりも期待できると思いますよというようないきなりのお便りね。まあ、こういうふうに思って動いていく方もね、うん、はい、支持者にはいるんですかね。どうでしょうかね。竹富さんからもいただいております、うん、民主もあかん、自民もあかんかといって維新もここのところ化けの皮が剥がれてきて、橋本なんか石原の茶坊主みたいになってきて、もう言葉がすごいですね、うん、維新発作やら掲げて両巻き取りになっては見たものの、所詮ただのええかっこしいで、ここのところキャッツの言動やら態度を見ると、減税の河村さんを蹴ったまではかっこよかったが、今度はみんなの党に己がしかとされて明らかに焦りが見て取れるわな、ざま見たことか。まあ石原に関しては言っとることは共感できる部分は多いし、嫌いやないけれど、かといって仮にこのじじいが総理大臣になることを想像するとゾッとせんでもないわな。でここに来て浮上してきたのが現滋賀県知事の加田さん率いる日本未来の党の誕生ということで、意外だったのは小沢のこの生活、小沢の国民の生活とそこそこ以前から接触があったらしいですね、小沢さんが ねここに来て急にという話ではなくて、うん、はい、以前から接触があったんやということやね。ともすれば、小沢と加田さんを見ればキャラ的に水と油でとても相入れそうにないと思う反面、ただ加田さんを見て、見るとき女性リーダーにありがちなヒステリックな部分がなくて、ちょっとどこまで読んだかな、なくて結構柔軟かつ冷静に物事を判断できる人なんかなという気もして、好感の持てる部分はあります。何よりも俺はもともと小沢さんを買っとったし、加えて維新にコケにされた河村減税も合流するとなりゃこの上ないわな。さらにここに来てみんなの党と急接近して政策のすり合わせやら協議をしとるみたいで、そうなりゃ維新よりも勢いが出てきて有権者の支持も上がるんやないかなと、まあこういうような趣旨のお便りをいただいておりました、うん、いろんな心の動きがね、はい、さっきの方の話もそうですけども ね、なんかこう勢いが俄然出てきたいう感じで、日本未来の党橋本さんところがちょっと何やらね、はい、みんなをこう袖にしたり、特にこの辺り川村さんをひどめに合わせていてだって石原さんと記者会見やった後の話やろういうことでしょ、うん、はい、これみんなにこう公約したようなもんですもんね、はい、公言したようなもんですから、これからやりますよと言った石原さん、ずっと橋本さんと言って、橋本さんあんたいらんって川村さんポーンと捨てられてというようなこと、それから政策みたいなのがコロコロ変わっていく、原発に対しての意見も変わった、原発に関してはまた新たに脱原発という文言が入ってきましたの、また後で出てきますがね、はい、まあそんなような非常に目まぐるしいですね、何にいたしましてもね、だからまあ今の状況下からまた1ヶ月後にはガラッと変わってるかもしれないし、まあそういうことですね、どうですかね、僕らしっかり今度の選挙こそ、うん、はい、日々違うということは、これこんなことは本当あんまりないですがね、そうそうそう、はい、日々違うぞと、はい、状況はということです ね半月か半月でね、うんうん、どのぐらい変わる変わらない、どうなんでしょうね、はい、うん、で変わらないということも評価してあげないかんし、はい、で、あ、こう変わる、あ、いい風に変わったなっていうことも評価してあげないかんし、あの、いい方向に向くのであれば、うん、古いことにね、こだわって悪いところにとどまるのではなくて、やっぱこっちの方がいいよって思ったら、うん、すぐに変わるっていう柔軟性も必要ですから、はいはい、変わることそのものがいけないってわけではないんですが、はいはい、
うん、そこはどうでしょうね。ま、変わらんことの国民はこう言ってるのに、まだあんなこと言ってるのかという、うん、変わらんこともこれは不評を買う場合もあるかもしれません、はい、ね、良くて変わらないのか悪くて変わらないのか、うん、そして、逆コロコロ変わっていくことが良いことなのか悪いことなのか、うん、難しいところですが、煎茶メンタルジャーニー、煎茶を飲みながらこういろいろ旅をしていくというね。嬉しいんか悲しいんかよく分からないですけど、煎茶を飲むのいいじゃん、はい、煎茶美味しいですからね、美味しいよ、はい、日本未来の党結成に数ヶ月前から小沢一郎が動いていたことが分かりました。確かに国民の生活が第一を決闘してから表立った動きは全く見せなかった小沢氏、水面下でこんな動きをしてたんですね。で、動いたことによってさっきの2人の意見なんかすると、はい、橋本さんとこよりもなんかぐーっと今ちょっと注目浴びてるぞと、うん、だって坪井さんだって最近そういえば小沢さんはおとなしいですねっていう話は、うん、しましたよね、ちらっとしましたけど、なんでこのところ動きがあらへんのやと言ってましたが、うん、陰ではこういう動きをしていたんです、はい、小沢氏にとっては目立つ橋本氏や石原氏の動きはマスコミの目をそらすいい風よけだったかも分かりませんですね、うん、ということですね。それからこちらマドマーゼル和田愛さん、混迷の時代にジャンヌ・ダルクが現れました。そしてサッチャーが現れました、田中真紀君がジャンヌ・ダルクになると思ったらより混迷を深めただけでした。そして、加田知事はジャンヌ・ダルクになるのでしょうか。河村隆市長は維新の会に早く見切りをつければもう少しかっこよかったでしょう。大物の石原さんの代わりに大物の小沢さん、人気の橋本市長の代わりに人気の加田知事、原発問題は大問題です。勝意を捨てて大道につくではありません。大道を捨てて、小道につくと、いうことです。名古屋市民としては名古屋市長が大道を忘れなくて本当に良かったと思いますと、うん、なんかこういうご意見。マックドチキンさんからも、がっかりしたなぁね、え、加田職が出るやろか、がっかりというのは小沢さんがいたということで、うん、あ、ねえ、そういうことか、うん、がっかりしたな。それがこうマイナス要因に働いた方もいらっしゃるわけですよね、はい。まあ、どんな意見も僕らちょっとご紹介しとかないかので、はい、まんべんなくご紹介しますよ。宝慶牧場の血統さんからも、これクリね、無役というのかな、あの小沢や亀井さんは役につかないということですね。はいはいはい、これ影に入るということですね、はい、無役と言ったらいいですね無役の方がいいですか、はい、無役でもクリーンなイメージな加田さんの顔で小沢チルドレンが大量に当選し党内の最大派閥になるのが目に見えとるから、いずれ小沢さんに乗っ取られるんじゃないでしょうかという心配もある。三重のパッドバケンシさんからも、ね、どこまでリーダーシップを加田知事が取るかということだと思いますけれどもねというね、うん、しかしまあデストロイヤー小沢はまだまだ健在だったですねと一時、はい、ね、はい、第三極という言い方をして、はい、もう橋本さんとそれにまあちょこちょこっといろいろね、はい、みんなが動いていった第三極の中心は橋本さんやった、はい、でもこれね、あのいわゆる河村さんなんかも、はい、党とするためには国会議員を集めないかんぞ、数が必要、はい、5人は必要、集まるかどうかいうことで各いろいろこう立ち上がってきたところも5人集まりましたよということ、うん、で橋本さんとかも今度は石原さんなんか入れてガーッとやっているという、はい、いやそんなこと言わんでも国会議員の数からすれば2桁バーンとある、はい、小沢さんもですね、まあ、第三極というカテゴリーではないにしろ、うん、全然これどうなるやろ、本来のね、はい、力関係バランスで言うならばあそこをなくして本当は語れんと違うのやろかという話もね、さっきの話に戻りますが、はい、しておりました、ね、うん、橋本さんと言ってました。いや、ここに来て裏に来てスコーンと来た、そしてあの小沢さんの持っている議員の数、はい、うん、そのまんまスパーンとこの全部行くわけですよね。まあ、今度当選すればいいことですよね、はい、そしてまた新たにそこから当選者が出てくるということからすると、うん、デストロイヤー小沢はまだまだ健在であったというところにまあ来るわけですよね、うん、でそこを有権者の皆さんがどう判断するのかっていうのは、ね、うん、ということでまだこうずっと読んでいくとさっきの話に至るんですけども、はい、まあ、ここに来て、橋本さんがどうしてちょっとみんなががっかりしたかというと、石原さんと組むことによって原発のトーンが下がりましたですね、はい、下がったところでまあいろいろ河村さんが入れなかったりなんかしたというところで、うん、また今回、はい、
橋本さんは脱原発というのを文言にバーンとこう入れながら、はい、これそうするとこう、ね、ドミノ倒しじゃないですけど、うん、波紋が広がって他の周りの人たちはどう動くんでしょうかね、はい、というような、まあ、本当に繰り返しになりますが日々違ってきてますよ皆さん、うんね、ここはちゃんと見とかないといけません。